い、どうも、ナミノリです。ビカムアレジェンド続きやっていきましょう。はい、今回ですけども、ACL、準々決勝、ファーストレグ、甲州工大戦、そして、セカンドレグの甲州工大戦に試合やっていきたいと思います。はい、今日ね、ACL、準々決勝、甲州工大とやります。レイソルに関しては、まあ、ガンバにね、前回 7-0 でトータルスコア勝って、そこからね、上がってきたわけですけども、まあ、順調な勝ち上がりしてきてると思いますよ。グループステージ、ちょっとね、苦戦とかいろいろあったけど、まあ、それにしても、勝ててる試合が多いので、まあ、なんとかね、ここで、甲州クラスレアベストをね、初めて、ナミノリがまだね、アジアで見たことない世界にね、行けますから、まあ、そこを本当に到達できるようにやっていきたいんですけども、ナミノリちょっと前回ね、ガンバ戦ね、ファーストレグとセカンドレグで合計2枚もらってしまってイエローカードね。で、累積でファーストレグ出れないので、ちょっとね、セカンドレグに勝負ですけど、まずレイソルがね、勝ってくれるかちょっと見たいと思います。ということで、まずスキップしてどうなるか。甲州工大戦ファーストレグ。勝ったね、レイソル。あ、勝ってんじゃん。全然いけんじゃん。4-1じゃん。アルサット 1-0 他の試合ね。アルナスル 2-0、スジュンバラ 4-1 か。あ、これいけるね、全然ね。やっぱ、レイソル強いね。だから問題なかったです。やっぱチーム力がもともと強いわ、レイソル。はい、そしてヨーロッパ年間最終選手、グアルディオラですね。あ、カシジャスがリバプール行ったね。ナミノリのフルスルリバプールね、カシジャスがまさかの移籍。アリソンの穴を埋めたんだろうね。アリソン移籍したからね。はい、ということでね、甲州とのセカンドレグ、ファーストレグナミノリ累積でね、出れませんでしたが、セカンドレグはスタメンですね。やっぱ、レイソルが総合的に強かったんだね、ファーストレグもね。やっぱり、甲州の今日メンバー見ても、エーケソンとか、タリスカとか、あとパウリオンいますけど、やっぱり、能力的に落ちてますね。だからそこが出たのかな、やっぱ総合力が出ましたね、ファーストレグ。なので、このセカンドレグね、わかんない。甲州もここからね、勢いよく来る可能性もありますからね。なので、ここ、警戒しつつね、ACL 準決勝ね、進んでいけるようにね、やっていきたいと思います。ナミノリゴールね、今日。さあ ACL セカンドレグです。ナミノリはね出れませんでしたけどね、ファーストレグはここ勝負はタリスカいますからね。さあこれ勝てばベスト8で、あベスト4か、ベスト4ね。もうそろそろ ACL ね決勝も近くなってきますよ。そろそろやっぱね、アジアはそこまでやっぱ高くないって。 CL ね経験してるナミノリからすれば全然序の口のレベルだからね。まあでもね、これわかんない。セカンドレグは攻守の本当の力が出てくるのかもしれないからね、アウェーでね、そこは警戒しつつですけども。さあ監督はハビオ・カンナバーロ、甲州工大。さあやっていきましょう。セカンドレグファーストレグは 4-1、 そこから攻守はどんぐらい立て直してくるか。これはね、いいよ。レイソルのペースよ、レイソルペースよ、レイソルペースよ。太郎来たよ。さあ来た、左足シュートはセーブ。クソ野郎、いやーそこ捉えちゃダメだぞ。攻守はちょっと、いやー来たね、やっぱそこ来た。ガオリン来る。さあガオリンはスピード上げてきて、まだ来る。中やばいやばい、左足が来た。オーブル、ちょっとな、まだ来んもんな。さあパウリーノをかわせた、タリスカをかわした。さあ中、左足クロス、お来たよ、右足来たー、シュートー。先制レイソル、誰だ。ケンゾーマン来ました。 ACL2 点目がこの人。いやーもうレイソル総合力でも上回ってるからね、もうダメですよ。タリスカがねあそこでね、ナミノリを自由にさせてる時点でもう終わりでしたね、攻守はね。これはこれでもうベスト安泰かな。もうここでね、そうこれ中でサイドの選手が中行ってさ、誰だわかんないけど、古賀だっけ、古賀がサイド行って、そこからねこの太郎が上げたボールが入ってしまうというね。さあ出すか太郎、あやばい、あでもタリスカ抜いた、タリスカ抜いて、よし OK、 タリスカ抜いてファールだろこれ。よし太郎来た、太郎アジアの舞台ではそんな相手せん、あれだね、身長低くないから、あ高くないから狙いんじゃないこれ。タリスカが高いけどその上を越せれば、さあタリスカの上を越す、ボールはうわ、そうよ、もう蹴り出せるだけ、あとはマジで蹴り出せるだけ。さあ裏来て、甲州裏来て、まずい、右足来た、おーシュート危ない、キープ、縦は入れさせなきゃ OK、 縦入れさせた。さあまずいよ、 AK 戦右足が来た、誰か流れ変わらないとこれやばいぞこれ。いやーうわ来たよ、オルンがないでしょ、オサイないよ、オサイ、オルンがない、オルンがない、オサイない、タロー来い、来た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 、右足、おーそれでしょタロー、どうしたのこれ。タローキープ、そう出せろ、こう出せ、そうよかった、タロー来たよ、タロー来た、中うわー、さあ OK で取ったよ取ったよ、で来たよ、やばいよ、右足来るよ、右足シュート来たよ、しナイス、それやっちゃダメなやつ。いやなんでどうした今日、ちょっと待って、甲州本気来たぞ、いや後半から甲州本気で来た、まずい、タリスカからやばい、右足来た、シュート、甲州センス、あ、同点同点、ガオリン来ました。いやもうなんか波乗りに出したパスから始まったぞあれさ、あんな狙われてさ、ドライに決まってんじゃんあれさ、ちょっとねこれダメですよ。レイソル最初の流れ悪すぎ、パスミスから始まったもんこれ。しかもこのパス回し見ても攻守のね本気を伺えるよこれは。太郎キープか、キープして、キープしろ、さあ入った、はいこれ右足のシュートは、うわコントロールダメ、何をやってんのこれ。そう来たよ、チャンスよ、太郎チャンス、さあ太郎のゾーン、右足はシュート、またセーブ、やばい、いやー来るな、攻守本気っすよこれ。今太郎を奪いに来たシーンなんかもあれ本気の証拠だぞこれ、やばいぞこれ。ディフェンスシュート、ナイスキーパー、よし、さあ本気で来い攻守、さあ攻守の本気か、やばいぞ、よしシュート、危ない、まだまだある、まだ右足、よし防いでる防いでる、よしナイスナイスナイス、来たよパウリーノ、まずいよ、中入ってきて、
さあ、上げてきた、まずい。よっしゃ、たきた。甲子園2点目、やばいぞ。こっから3点取る、取られる未来が見えてきたぞ、なんかだんだん。ちょっと甲子園勢いちょっとやばいね、これね。あれ、レイソルね、ちょっと前半から悪かったよ。なんかペース的にね、あまりレイソルのペースだっていうシーンが、ね、なかったっすからね。それが、これ来て出ちゃってるね。出して、オッケー。そうよ、そうよ、出して、太郎来た、右足、うわマジで危ねえな、これ。起きたよ、太郎来た、チャンスよ。太郎来たよ、よっしゃ太郎決めろよ、ここで決めろよ、太郎右足来たーシュッター太郎2点目、素晴らしい。ファーストレグで出れなかった、迷惑した分をこれね、話しました、太郎。よしよし、これですよ、貴重なアウェイゴール、レイソル。オッケーオッケーオッケー、これ6点目ですよ、トータルスコア。いや、太郎 ACL でも何点決めてるって話よ、これ。いや、攻守これちょっと痛いですよ、ほんとね。今ね、追い上げてきた瞬間にこれですからね。いや、太郎ね、このね、パターンで点取ること多いよな、これね。もう J リーグ時代から。これが来ました、太郎。ナイス、大きいよ。いいよ、よくなってるよ。さあ、来て、ここで。ナイス、来た。さあ、左足来い。右足が来た、太郎。さあ、レイソルのペースがだんだんなってきましたよ、これ。このうちに3点目取れれば、でかい。さあ、中いいボール。来たよ、左足のシュートはコーナー。なんでいかない、サイド、これ。来るぞ。来るぞ。まだ来んぞ。え？ファール？え？PK？ いやいやいや、今蹴られたでしょ、今。はぁ？いや、今蹴られたじゃん、センターバック。わけがわからん。飛べ。よーし、飛んだ、ナイス。誰ですか、ナイス。ここで入れられたらもう、多分ちょっとまた、攻守のペースに戻ってくるから。そう、よくやった。で、太郎、ここで。さあ、攻守、誰もいない、全然。誰もいないよ。さあ、太郎のスピード発揮されて。太郎のスピード発揮される、さあ。太郎決めろ。右足来たー、シュッター。カウンターからレイソル3点目今日、ナイス。トータルスコア7点。太郎素晴らしい、バーマス。よーし、これが ACL ベスト4に導く男の力。もうカウンターね、確実に決まりましたね、今のね。いやー、もう独走だもん。だってもうセンターバックほら、もう1人しか残ってないもん、相手ね。で、オルンガが引っ張ったでしょ、これ。それがもう効いちゃったね、これ。完璧です。タリスかける。タリスかけてきて、まだ跳ね返す。いや、どこ行くの、お前、4番、お前。なんでお前、どこ行くの、お前は。おバカかよ、自分のポジション戻れ。よーし、まあ、シュート、まあ、ちょっと待って、よし取ったよ。やべ、行って、くっそ待ってくれ、やばい、タリスカ来る、左足危ない。戻ってる、オッケーオッケー、戻って、よし、よかった。さあ、ここで守り切らないとベスト4はない。さあ、まずいシュート、ホイス跳ね返し、カウンターでちょっとマジで攻守のペースにまたなってきた。波乗り跳ね返せない、まずい、サイド跳ね返す、よし跳ね返して、太郎いけ、よし。さあ、またドフリーの状態、太郎スピード CL で見るけど、スピード見せつけろ、そう太郎決めろよ、右や左足、おわパウリーノよかったこと。さあ、裏来て、まずいぞ、サイドやばいぞ、左足来た、こぼれ球、よーし、 OK、 受け取る、よし来た。で、マイコさあ、オルンガのスルーパス来た、オルンガ行け、そう、ナイス、行け、打てよ、右足、シュート、おー、外すなよ。いや、外すぎだな。終わり、よーし、やったっけ。レイソル、ベスト4進出、ACL、ナイスです。太郎、今日2点でね、ファーストレーク出れなかった分、迷惑かけた分を、チームにね、還元しましたね、これね。やっぱり攻守そのまま出たけど、やっぱ、ウェイ厳しかったっすね、これね。じゃあ、シュート、攻守18本ついて、レイソル16本ということで、まあ、やっぱこうなることは予想したね、多少は。まあ、こういう試合に盛りできたのがね、かなり大きいんでね、次のベスト4ですね、どこ来るか分かんないけど、そこにね、ぶつけられるようにね、やっていきたいと思います。オーケー、やっぱり ACL は、まあ、勝てるね、なんとか勝てれますけど、アルサットが3-0でアルアレ勝って、そしてアルドハイルは、アルナスルが3-1で勝ったね、スジュンバラが4-2で中継に勝ったということで、これで準決どう動くんだろうね。多分アルサットとかアルナスルとか多分中東のチームだと思うけど。はい、ということで次の組み合わせ見てみましょう。準決勝 ACL レイソルスジュンバラか。スジュンバラってどこのチームなの、わかんないけどね。ちょっと聞いたことないな、 ACL のチームで。だから決勝はアルサットかアルナスルですよ、来るとしたら。中東勢同士で片方のとこやるから、まずスジュンバラがどういうメンバーで来るかわかんないですけど、レイソルは力強さね、決勝トーナメントで出してきてるんでね、ガンバ戦、甲州戦ともにね、だからそこ全然継続的に出せればね、全然勝てると思うんでね、決勝まず行きましょう。これはね、アジア制覇のために波乗りね、レイソル来たんで。はい、ということで今回ね、まあ、ギリギリでしたね、本当に。まあ、ファーストレベル勝ってくれたんでよかったですね。4-1で太郎は出場停止でしたけど、セカンドリーグね、3-2で、なんとか勝ちましたよ、本当に。アウェーで、ね、勝ち切ったのマジででかいからね。で、次やるのは9月30日のスジュンバラ戦ですね。まあ、ここでもう勝てればほぼね、もう ACL。まあ、決勝もセカンドリーグ方式なんですけど、スジュンバラが一番怖いのかもしれない。でもなんか、あれだね、スジュンバラのなんか、あれだね、ポジション別のさ、能力見ても80あるね、フォワード80あって、ディフェンスが74。スジュンバラメンバー今見たらですね、85のね、チョン・ギシュンっていうのがいるね。そして、
て、右サイドバック12位の。あ、まあまあ強いか、これは。前線がちょっと怖いね。でも後ろはそんな強じゃないので、まあなんとかなるかもしれない、これは。ということで、この数順番で勝てれば、まあ決勝なので、まあなんとかほんとこのね、11月7日にたどり着きたいんでね、ここね。これで、本当にビカも終わらせたいんで、なんとかね、ACL 制覇してね、なんとか終われるね、ストーリー、ビカもね、今後作っていきたいと思います。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。See you!